アケボノ営業所の所属車両立川バス。アケボノ営業所は、東京都立川市アケボノ町一丁目24番11号に位置する立川バスの営業所である。営業所記号は A。営業所は、立川駅の北側にあり、アケボノバスターミナルに併設されている。2006年3月、新入園の宗教施設、常秋祐義行社を原院への、 シャトルバス輸送開始のため開設された。担当路線は、同施設と立川駅、玉川上水駅を結ぶ、大原因線と、下記に運行する国営、昭和記念公園レインボープールのシャトルバスのみである。なお、立川バス公式ウェブサイト内の、運行系統一覧、管轄営業所には、明けぼの営業者の路線は掲載されていない。大原因とは、 新旅園の常明雄義幸社大原院のことで、その停留所名が大原院である。一応は新旅園新都や大原院参拝者以外でも利用可能な一般路線扱いとされているが、途中停車しない直通バスであるため、実質上は関係者専用路線となっている。2017年現在は立川駅と玉川上水駅からそれぞれ直行便のみ設定されている。 運賃収支は当初、車内で行わずに往復とも大原院ターミナルに設置された自動改札機で支払う形式だったが、現在は発着点が小蛇南側のバスターミナルとなり、自動改札を通らない形式に変更されたため、前乗り前払いとなっている。大原院での行事の有無などで乗客数が著しく変わるため、運行時刻は平日。 休日に関係なく毎日異なる。基本的には日中のみ運行されるが、午前ものみ運行される日もある。本数の多い時は3分間隔で運転されたり、全便運休する日も存在する。このため、時刻表については、1ヶ月単位で、明けぼのバスターミナルなどに掲示されるほか、ポケット時刻表の配布、立川バス公式サイト内の専用ページ。 大原因線時刻表検索で案内されている。立川駅側の始発地である、明けのバスターミナルは、立川駅、北口バス乗り場から徒歩数分の距離に位置する。2階建ての建物で乗客の少ない時は入り口からそのまま乗車できる。近年は建物の1階部分に待合スペースが用意され、スムーズな乗車ができるように工夫されている。 大原院側の発着地点は、当初は、北側のバスターミナルで、明けぼのバスターミナル到着時、または、立川駅、北口駅乗車時に、自動改札で行われていたが、現在はほぼ使用しておらず、小蛇南側のバスターミナルで乗降が行われている。大原院のバスターミナル移動に伴い、当初は使用されていた率29から1系統と、玉19から1系統が、 メイン系統として運転されている。なお、箱根駅伝予選会の開催日は立日駅前がコースとなるため、法要の時間帯によってランナーの通過時刻にかかる可能性がある場合、運行経路を変更して、大原因開設当初発着側だった北門側に迂回し、自動改札は使用せずに降車客扱いをしていた。特殊な表記として、立川駅イコール大原因 玉川上水駅イコール大原因という両区間を表示した行き先表示も存在しており、出発地を出てしばらく走行すると変わる仕様になっている。使用可能な乗車券は他路線と同様で、交通系 IC カードパスもスイカにも2008年3月28日より対応している。以前は大原因参拝記念柄伸ばす共通カードも発売していたが、 バス共通カードの取り扱い終了とともに販売終了した。また貸切輸送として総本部資金の駐車場と大原因を運行する新都向け無料シャトルバスもあり、こちらも車両運用上は当営業所所属者がメインで使われる。2012年夏期より国営昭和記念公園レインボープールの送迎バスを浄水営業所とともに担当している。 プール開催時には、うさぎと亀のキャラクターが描かれたヘッドマークを掲出して運行するが、このヘッドマークは、立川バスの女性社員によるオリジナルキャラクターとされている。路線車は、いすず自動車と三菱不装製の車両が在籍する。2006年の明の営業所開設に合わせ、ワンステップバスノンステップバスを新車導入、大規模宗教施設の輸送に対応した長弱車を、 採用した。イスズエルガは、ノンステップバスのみ、三菱不装、エアロスターは、ノンステップバスとワンステップバスの双方が所属する。当営業所のエアロスターワンステップは、立川バスでは、唯一の中扉4枚、折り仕様となっている。申請車両だけでなく、他の営業所からの転属車も在籍する。過去には、浄水営業所から富士重工業七 e 車体を、 仮装した2ステップバスが転入し在籍していたが2015年3月をもって除籍された。その後、水保営業所から中扉がグライドスライドドアのエアロスターノンステップが2台転入し引退直前には立川バス全体で最後の中扉グライドスライド車となったが2019年4月から5月にかけてフッサ営業所からの転属車に置き換えられ除籍された。 貸し切り車は、日のメルファが2台、トヨタハイエースが3台所属する。車番はメルファが1063、1064の2台、ハイエースが1065、1066、1067の3台。カラーリングは、立川バスの貸し切りカラーは使用せず、ホワイトとシルバーのオーソドックスな塗装となっている。東営業所の路線車両は、屋根上にも車番表記がある。 ありがとうございます。